サルトイコフ・シチェドリン・ミハイル・エブグラフォービチ、サルトイコフ・シチェドリンは、ロシアの風刺作家。地方地主の家に生まれ、幼少期から濃度に対する地主の応募や、濃度性の不合理を経験しつつ成長。プーシキンの母校であるリツェイに学び、ベリンスキーを単独した。1844年に卒業して完食に就き、かつての同窓生であるミハイル・ペトラシェフスキーの、 サークルに加盟した。1848年、祖国の記録税史にもつれた事件という小説を発表したことが勤務していた当局に問題視され、部屋とかに左遷されたが帰ってこのために、ペトラシェフスキー事件への連座を免れた。ニコライ一世の死によって追放を解かれ、1856年に、 ペテルブルクに帰還を許されたがブヤとかでの任務をやめなかった。その年に追放中の観察を小説、県の記録としてまとめ、ロシア通報、市に発表され始めると、チェルヌイシェフスキーやドブロリューボフ、シェフチェンコなどの批評家に絶賛された。その後、リャザン県、トベリ県の副知事として、濃度制改革の実施に当たったが、1862年に、 職を辞し、1863年から64年まで、チェルヌイシェフスキーが逮捕された後の、同時大臣、死により、反動勢力との言論闘争を行った。1868年からは、ニコライネ・クラーソフと共に、祖国の記録誌を主催し、多くの作品を発表するかたわら、若い作家の創作指導に当たった。1884年に、 祖国の記録詩が廃刊となると、童話の形式で、警察国家、ジャーナリスト、ロシア正教会の僧侶などを奮起した。晩年は重病に苦しみながら、死ぬまで執筆を続けたという。同じペトラシェフスキーのグループに属していたドストエフスキーは、最大の論的であり、一方、ベリンスキーの後継者である啓蒙的批評家たちには、 その作品の記録性と社会問題に対する革新的姿勢を高く評価された。ピークロポトキンはロシア文学の理想と現実の中でシチェドリンがロシア社会のいろいろな階級に与えた不思議的な特徴づけが芸術の領域にあることを認めるが検閲を考慮して書かれた部分は回りくどく無意味なおしゃべりになっていると評する。ありがとうございます。